スターホース3プレミアカップファイナル。ただいまよりプレミアカップを開催します。小倉競馬場、天候は曇り、馬場状態は芝、ダートともにやや重で行われます。出場全14チームを紹介します。いいスタートを切ったようでありますが、果たして先頭に行くのはメタギレカレス式先頭、そして1番ブラッドエルドレッド、それからもう1頭ブラッドエルドレッド、そして外からはクロムルージュ、そのうちに2重のオスレア、下がって6番手デッテケテッシュが、そのうちにいます。8番ギガヒマワリが上がってまいりました。そのうち11番最強チェリー、外を通りまして6番エムズロックカモコ、歴史にその名を刻むのは果たしてどの馬なのか。わがままコレクションがまだ後方、ようやく追い込み体勢、サムタイが2番手、12番デッテケテッシュ、先頭はサムタイ、かわした2番手にデッテケテッシュがサムタイ先頭、わがままコレクション、そしてその後ろからもしもしデッテケテッシュ先頭、デッテケテッシュが1着でゴール番を通過、2着はサムタイ。第1レース1着12番、2着13番、以上のように確定しました。プレミアカップ14頭スタートを切りました。まずまずのスタートといったところであります。あまり激しい先行争いにはなりません。エスペランスの馬がやっと壁がそのうちにいます。その後ろ3馬身くらいあって6番ブリッツサーが、そして5番手に1番スティルアライブであります。それからもう1頭ノットフリーズ、外を通りまして14番フェイドアウト、10番ハゲサンプリーズン。大歓声が上がる小倉競馬場、大歓声が上がる小倉競馬場。源太郎林はまだ後方、ようやく追い込み体勢、内から懸命にやっと亀、この辺りで先頭はイントロダクション、ピンクの帽子フェイドアウト、イントロダクション先頭、12番ガボリックス、内から懸命にやっと亀、イントロダクション先頭、イントロダクションが勝ちました。ガボリックスは2着3着にやっと亀。第2レース1着7番、2着12番、3着3番。
勝のように確定しました。ゲートが開いた。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして先頭に行くのは、インターセプト先頭、そして13番ジムスビアン、1番ルーシースティール、3番ヤッスルバニア、それからシャトルターク、リメンバーがその後ろ、外から1頭プルスロットル、内を通って5番スイープスーパンツー、この辺りちょっと離れている2番マコマコタイム。さあ、この直線の向こうに最高の栄誉が待ち受けています。プルスロットルはまだ後方、ようやく追い込み体勢、ユゼフローレンスが3番手、13番ジムスビアンインターセプト先頭、内から懸命にユゼフローレンス、オレンジの帽子リメンバー、ジムスビアンだ2番手リメンバー先頭だ、1着リメンバー、2着スイープス貫通。第3レース、1着12番、2着5番、3着3番、以上のように確定しました。ゲートが開いた。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして先頭に行くのはランボルドンナ先頭、そして7番リネンスイープ、マシン風車、そしてそのうちにブラチャン、クロスファイヤーがその後ろ、それからもう1頭10番ハゲチャマウィーク、再びカレススキ、いきなり爆着はこの辺り、そしてその後ろから6番サラバトモキュー、ちょっと離れて2番ベッカブアレスであります。歴史にその名を刻むのは果たしてどの馬なのか。先頭は4番ランボルドンナ、13番リトルマーメイド、内から懸命にランボルドンナ、ピンクの帽子リトルマーメイドかわした、2番手にいきなり爆着だ、外から懸命にサラバトモーキュー、いきなり爆着、先頭1着いきなり爆着、2着はリネンスイープ、3着リトルマーメイド。第4レース、1着9番、2着7番、3着13番、以上のように確定しました。ゲートが開いた。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして先頭に行くのはリルール、先頭、そして6番ファインファイン、それから5番差が開いてリルール、クロムドクトリーヌ、この辺りちょっと離れているバスバス爆発、そしてその外にイエスミーキャン、内を通りましてデムリロン、その外からはバリエセロス、そして内からはブルーシーター、アルギンが並んでいっています。大歓声が上がる小倉競馬場、大歓声が上がる小倉競馬場。アートオブバンプはまだ後方、ようやく追い込み体勢、内から懸命にリルール、クロムドクトリーヌが3番手12番、リルールテムリロンが2番手、ムーンカイゼルも懸命に追うかわした、2番手にムーンカイゼルだ、ムーンカイゼル先頭だ、ムーンカイゼル先頭、ムーンカイゼルが勝ちました。アートオブバンプは2着。ウィン5の結果をお伝えします。第1レースから順に12番、7番、12番、9番、11番、以上のように確定しました。